ジェフリー・ロバート、ジェフイメルトは、アメリカ合衆国の企業経営者で、2001年9月7日から2017年7月31日まで、ゼネラル・エレクトリックの最高経営責任者を務めた。1956年2月19日に、オハイオ州シンシナティに誕生した。ゼネラル・エレクトリックの医療システム部門の CEO を、経て、2000年に引退したジャック・ウェルチの後を受けて、 ゼネラルエレクトリック取締役会から、ゼネラルエレクトリック全体の取締役会長兼、CEO に選任される。ゼネラルエレクトリック航空機部門の技術者を父に持つ、イメルトは、ダートマス大学を優秀な成績で卒業し、一旦 P&G に入社した。P&G の同期には、マイクロソフトのスティーブ・ワルマー元 CEO がいる。そこで学習を稼いで、 ハーバードビジネススクールに進み、MBA を取得した。MBA を取得後に1982年に、父と同じゼネラルエレクトリックに入社し、コーポレートマーケティング部門に配属された。その後プラスチック事業部門に移り、一旦家電部門に移動するが、やがてプラスチック事業部門の責任者となる。ついで医療部門の責任者となり、ここでの工業席がウェルチの目に留まって、 後の後継者指名につながる。2001年9月7日に CEO に就任した直後にアメリカ同時多発テロ事件が発生し、その処理に暴殺されたが、結果として当時の20日間で10年分ぐらいの経験を積んだ思いですと述べている。ウェルチの偉大さに隠れがちだが、イメルトもゼネラルエレクトリックの CEO としてウェルチに恥じない業績を上げている。 2005年の売上高は1500億ドル、利益は183億ドルに達し、イメルトの就任後5年間で、ゼネラルエレクトリックは60%大きくなり、利益は倍増している。2017年6月に、CEO 職を8月1日付で、GE ヘルスケア CEO のジョン・フラナリーに譲り、取締役会長に退くことと、さらに2017年末をもって、 取締役会長からも退任して、経営から退くことを発表した。10月2日には同日付で取締役会長から退任することを発表し、前倒しで経営体制の移行を完了した。ありがとうございます。